おーい、トムライです。今回ですね、こちらのガープの挑戦天野社丸2の方を攻略していこうと思います。いや、まあ今回なんでこれ攻略しようと思った理由なんですけど、まあ攻略してなかったのもあるんですけど、もう一つあのコメントで、ちょっとね、あの8周年キャラでね、あの攻略してほしいっていう動画が、コメントがありましたので、まあちょっと、ヤマタンデースを船長にしてちょっとやっていこうかなと思っております。で、まあ船長に、フレンド船長と船長にヤマタンデース入れまして、船員の方にロジャー&ニューゲート、ルフィ、アインで、そうですね、ボンクレイ&イワンコフの方を使っております。まあということでやっていきましょう。まずヤマタンデース、船長とフレンド船長の入れ替えを使って、このペンギンですね、ペンギン倒すことで必殺ターンを短縮してくれるので、とりあえずペンギンだけ倒します。で、あとは熱傷状態で倒していきますね。うん。で、まあいててじゃねえよって。で、まあ、膝短縮してくれるので、まあ、ちゃんと倒してから行きましょう。うん。で、まあ、熱傷状態で、あとは倒していきますよと。で、バトル2の方なんですけど、まあ、ここでも、船長と、フレンド船長のヤマタンデース入れ替え使いますと。で、ロジャーのニューゲートの方も入れ替え使ってやっていきます。まあ、そうですね。うん。これで、まあ、火力も上がりますし、倒していけるかなと。いや、今回、これ結構むずいね。やっぱ星13だけあるわ。うん、かなり苦戦しました自分も。まあ結構いろいろやって、どうにかねこの編成で攻略できたので、はい、もうね来ましたと。でここでは封じが来るんですけど、ヤマタンデースの戦場効果の方で封じは解除されております。であと、HP バリアが3ターン来ているっていうのがありますね。でも、まあ、あと必殺技が1回しか、できないという回数制限がついてますが、まあ、ここで、船長の方の、ヤマタンデースを入れ替え使います。であとは、ロジャンとニューゲート入れ替え使って火力上げて、あとはちゃんとパーフェクト取り2で倒していくって感じですね。これパーフェクト2回取んないと、HP バー解放されないので、ちゃんと、パーフェクトは2回取りましょう。うん。で、まあここですね、ベルゴですね。さあここで割合ダメージ、多分 90% ぐらいの割合ダメージですかね。 80-90% ぐらいの割合ダメージで、ここでは防御ラップ2ターン、攻撃力アップ2ターンとでいう感じですかね。で、まあ、あとなんか HP バーにかかってるんですけど、まあ、防御力アップはこちらのアインの方、膝使いまして解除しますと。で、ここでね膝短縮されるんですけど、これはアイン の、 あの潜在能力の方で、あの必殺技使った後もう一回必殺使えるっていう能力があるので、それで、今膝ターンが、マックスまで回復したって感じですね。で、フレンド船長の方のヤマタンデス入れ替え使いまして、ロジャー&ニューゲット入れ替え使って火力を上げているって感じですね。で、まあ、あとはタップして倒していきます。まあ、火力的にはねやっぱ力属性になってるので火力の方はかなり出るのかなと。うん。で、バトル5ですね。これバトル10まであるんですよ。長い長い。で、シーザーですね。まあ、ここでは必殺封じが5ターンですかね、来るんですけど、まあ、それはあのヤマタンデスの船長効果で10ターン回復できますので、それで解除しておりますと。で、しびれが1ターン来てるんですけど、まあ、これはね、あのボンクレイ&イワンコフの入れ替えでしびれ1ターン回復できますので、それで解除しております。で、お邪魔スロット変換来ているんですけど、まあ、それはあのこちらのルフィの方で、お邪魔スロットを自ソットに変換することで、解除しております。で、毒が99来ていて、まあ、結構ダメージ入るんですよね。確か1万何ぼとかが、一旦で来るので、解除しておきたいということで、あのルフィの必殺技で毒全て解除できますので、それで解除しております。で、船長の方の、ヤマタンドエース入れ替え使いまして、ロジャー&ニューゲートの入れ替えも使いますと。で、あとは倒していきます。まあ、火力的には問題なくいけるかなと。うん。まあ、やっぱロジャー&ニューゲート の、 あの入れ替えで攻撃とスロット影響 1.5 倍になってますので、まあ、かなり火力は出るのかなと。で、こちら撃破時で、またしびれを一旦、付与してきますので、気をつけてくださいと、うん、気をつけてくださいって気をつけることもできないんですけどね。で、まあ、ここでは防御力アップ2ターンと、そうですね、チェーンケースの増加量が低下するという感じですね。まあ、防御力アップ、しびれの方はね、まず、そうですね、イワンコハンド、ボンクレの方で解除しますと。で、防御力アップ2ターンは、アインの方でまた必殺使って解除しますと。うん。で、まあ、あとは、チェーンケース増加量低下してるんですけど、まあ、ヤマタンデースの入れ替え使うことで、チェーンケース 1.6 まで固定させることができますので、まあ、多分火力は出るかなと。で、ロジャー&ニューゲットの入れ替えも使わせて火力出しますよと。うん。で、まあ、船長の方でね、ヤマタンデースを入れ替えしてください。
で、まあ、あとはタップしていきます。まあでもこの1回じゃちょっと火力足りないので倒せないんですけど、まあ4分の1ぐらいまでは減らしていけるので、うん、次のターンで倒します。で、まあここで一発できればね結構楽なんですけどね、うん。で、まあここでもう2回目の、ギミックが来て、まあチェーンケース増加量が低下するだけなんで、まあ大丈夫ですかね。で、次これ撃破時にあのチェーンケース固定されてしまうんですよね。多分あれ 1.1 とかに固定されちゃうんですかね。まあなので、その固定されないためにヤマタンデースの入れ替え使いまして、もう固定状態にしておきます。そのことで、まあ撃破時の、効果が来ても、打ち消しすることができますので、それで解除していこうかなと。で、まあフレンド船長のねヤマタンデースの入れ替えを使ってください。で、まああとロジャーのニューゲート入れ替え使って隣接する、キャラのスロットを、ジソットにしつつ、火力を上げると。で、あとはタップして倒せるかなと思います。うん、まあ結構ねやっぱロジャーのニューゲートいるだけで火力がだいぶ違いますね。で、今のところであのチェーンケースの固定されるので、まあでも今回あのチェーンケース固定していたので大丈夫だよという話ですね。で、まあここで左側のスロット封じ5ターンと、技属性スロットに変換されてしまうのと、まあ、技スロットが、振り扱いになってしまうと。で、あとしびれが、また1ターン来るので、こちらのイワンコフ&ボンクレンの入れ替え使ってシビラ解除しますと。で、まあここで、ロージャー&ニューゲートの入れ替えを使いまして、まあ超入れ替えですね。超入れ替えすることで全てのスロットを、ジソットに変換できますので、これで全員ジソットにしつつ、攻撃力と、スロット影響を2倍にしています。で、フランド船長の方のヤマタンデスを入れ替え使いまして、まああとはタップしていきますかね。うん、やっぱ攻撃とスロット影響2倍になってるので かなり火力は出るので、タープン倒せるかなと、うん、っていう感じですね。まあここまではどうにかいけますね。うん、で次バトル8、ここが結構厄介。うん、3体いるんですよね。で、しかも全員ね、あのちゃんとギミックかけてくるので結構腹立つんですよね。結構腹立ちますね。で、まあここでダメージ軽減5ターンくるんですよね。で、ボムのやつが、またしびれをしてくると。もうしびれめんどくさいんですよ、この一旦のしびれね。まあなんですけど、まあ一旦のしびれはまず、ポンクランドイワンコフの方で入れ替えして解除しますと。で、ここで、フレンド船長の方のヤマタンデースの入れ替えを使いますと。で、その後に、そうですね、船長の方のヤマタンデースの必殺技を使います。うん、まあそうすることで、そうですね、攻撃力上がってくれますし、熱傷状態の時に与えるダメージも上がるので、まあそれでどうにかね。うん、で、あとロジャーのニューゲートの入れ替え使いまして、スロット影響上げつつ、ロジャーの必殺技を使って攻撃力を3倍になるように上昇させますと。うん、っていう感じですかね。まああとはタップしてダメージ軽減解除しなくても意外と火力出たので、うん、解除しないでそのまま、倒していこうかなと思っております。では行きましょう。どうだ。いや、まあね、ダメージ軽減入ってるんで結構ねきついんですけど、意外と火力出てるので、まあどうにか倒していけるかなと。まあここで2体倒します。で、あとセニョールピンクだけ残して倒していきますと。で、まあここなんですが、まあギミックの方で、そうですね、これなんか変なやつ来るんですけど、あれかな、ターゲット固定されたのかな。まあまあそれだけなので、まあ大丈夫かなと。で、まああとは、同じくタップして多分火力的には問題ないので倒していこうかなと。うん、でもこれね多分パーフェクト取れないと倒せないと思いますので、みんな、ちゃんとパーフェクト取りつつ、行ってみてください。そうですね、結構ギリなんでパーフェクト取ってくださいね。で、まあどうにか倒せますと。うん、で、まあ次、これディアマンテ来るんですけど、まあここで、そうですね、ギミックがまた来るんですけど、そうですね、必殺封じ5ターンですかね。まあそれは、ヤマタンデースの、船長効果で解除しております。で、あと、割合ダメージですかね、今の。うん、10% ぐらいの割合ダメージが来るんですけど、まあそれは大丈夫かなと。で、船長の、フレンド船長のヤマタンデース入れ替え使って、超入れ替えですね。することで、チェーンケース初期値 2.5 にしつつ熱傷状態にすると。で、あとヤマタンデースの入れ替え使いまして、こちらも、マックスまで、超入れ替えまで貯めておきます。で、ロジャーとニューゲート入れ替え使いまして、隣接するスロットをジソットにしますよと。で、まあ、あとは多分火力的には問題ないと思いますので、これでいこうかなと。うん、タップで勝てるかなと思いますので、どうですかね。
結構火力は上げてるけど、あっときついね。でも大丈夫です。ここで熱傷があるんで、熱傷状態でどうにか倒します。はい、これ熱傷状態なかったら厳しかったね。うん、まあだってちょっと火力足りないところもありますので、ちゃんとパーフェクト取りつつ行ってみてください。でまあここでドフラミンゴ2体ですね。うん、でも意外とここのボス戦のギミックはそんなにきつくないので、うん、まあここではそうですね、お邪魔スロット変換と防御力アップが2ターンですかね来ているんですけど、まあ防御力アップはね、もうアインの必殺が溜まってますので、このアインの必殺使って防御力アップ2ターン解除させますと。うん、でその後なんですが、先にヤマタンデース、船長のヤマタンデースの方を入れ替えしまして、初期値を 2.5 にしちゃいます。まあ、先にあのルフィの方を必殺使ってもいいんですけど、チェーン固定3倍にされてしまうので、まあ、その前に初期値を 2.5 にして、そうですね、打ち消しというか上書きされないようにしております。でまああとここで、ルフィの必殺使ってお邪魔スロットを次スロットに変換させますと。うん、まあそれでいって、そうですね、あとヤマト&エースの必殺技を使って、うん、これで攻撃力を上げつつ熱傷状態の時に与えるダメージを上げますと。であとロジャン&ニューゲートの入れ替え使ってスロット影響を 1.5 倍にして、まああとは多分火力的には問題ないんで、ここに関しては火力的には問題ないんでタップして倒せるかなと。まあある程度グレート取っても大丈夫かなという感じですかね。うん、まあかなり火力出るので、はい、ということで攻略完了でございます。まあ今回ちょっとねロジャンのニューゲットとか使ったんですけど、まあぜひとも、参考にしていただければいいかなと思います。まあということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっておった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。